おはようございます、マッチョフォルテです。マッチョアイです。はい、マッチョじゃないです。私がマッチョです。ウィメチョ、ウィメチョ。というわけでですね、はい、来月人選上のアリアを演奏するんですけどもね、はい、大丈夫ですか？そんな動かさなくていいですよ。はい、落ち着きましょうね。はい、というわけで人選上のアリア、どんなお曲でしょうか、アイちゃん。はい、人選上のアリアは、うん、バッハが作ったね、曲なんですけど、それを人選上のアリアっていう名前で呼ばれてるんですよ。なんでですか？そう、そのなんでかっていうと、人選上の G っていうのはバイオリンの A、A で、G で、4つの G に名前がついてるんですけど、その G、G ってね、G のことなんですよ。そう、G のことで、その G、この線ですね、4つある、見えるかな、この4つ目の一番太い線の線上の線の上。じゃあ1本しか弦を使わないんですか？そう、だからこの4つあるやつ全部弦が切れても G 線上のアリアだけは弾けます。おー、素晴らしい。じゃあ切ってみようか。まあというわけでですね、この4本ある弦の中の1本しか使わないということで、難易度が結構実は高いんですね。そうなんです。なんかね、全然こっちの高いア線とか D 線とか弾いてもいいんですけど、そういう曲だから。まあそうですよね。じゃあもう絶対に1本しか使わないんですね。まあそうですよね。はい、まあもう僕が話を進めましょう。4本ね、ある弦を使うとね、簡単に弾けるんですけども、 G 線上でね弾いてくれるということで、皆様絶対にね、他の弦触ってないか気をつけてみてもらえたらなと思います。甘いマッチョ、ありがとうございます。マッチョ、それではレッツゴー。マッチョ。私たちの心が現れましたね。清やかに。うん、清まっちゃ。清まっちゃ。はい、というわけでですね、愛ちゃん、来月はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
というわけでですね、ぜひともホールに来られる方は美しいバイオリンと僕の美しいピアノの音を楽しんでください。もちろんこのファツルという楽器を運んでもらいますので、めちゃくちゃね、美しいピアノ、そして美しいバイオリン、そして私の美しいフェイス、誰か突っ込め。というわけでね、あと美しい筋肉、というわけでここまで見てくれてありがとうございます。ぜひとも来月よろしくお願いします。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にアイちゃんの SNS 貼ってますので、ぜひともチェックしてみてください。というわけでマッチョー、じゃあバイバイです。